おはようございます。今日はねめちゃめちゃ気候がいいです。家出るときね温度計見たら16度でした。ということでね、今日はツーリングに出ております。で目指してるのは、日本狼像ですね。今途中でねちょっと立ち止まって景色を眺めとったんですけど、では今からね日本狼を見に行こうかなと思います。今日はね、朝起きてからずっとキャンプ用品とバイク用品を整理しとったんですよ。で急にちょっとねツーリングがしたくなって家を飛び出してます。ということで気分も上がってまいりました。皆さんご唱和ください。 Feel so good。 僕の相棒は XTZ125 です。ということでねちょっとお昼ご飯を買っとこうかなと思います。この街を出るともう何にもないので、この先にローソンがありますんでね、ローソンで何か買っとこうかなと思います。はい、ローソンで買い出し終わりました。まあそんな大したもんは買ってないんですけどね。あ、これですね、到着です。日本狼像。はい、日本狼像ですね。こちらです。明治の初めまで、結構な数が生息しとったんですが、明治38年、この東吉野村で最後の日本狼が捕獲されたということですね。これ以降絶滅したということになります。でここの前に流れているのが高見川ですね。どっか降りれるとこないかな。川が綺麗な。はい、日本狼像でしたね。ということで行きます。でね、この高見川ですね、これ沿いでどっかご飯食べれそうなところを探します。ここ入ってあかんのかな。行け
ってそうな感じやねんけどな。でもなんか柵が一応ねあるんで入ってあるのかな。人の土地かも。やめとこうか。なんか制限が多いな。行けそうな感じやねんけどな。あー腹減った。バイクさえ止めれるところがあればな。あー降りられへんよな。サクされてんのよな。ここもサクされてる。階段はあるけど、やっぱり柵してんねんな。困った、腹減った。あそこあかんのかな、あれ。ちょっと見に行ってみましょうか。ひょっとしたらいいとこかも。はい、今日のご飯はこちら。これはね、家からすねてきたカップラーメンです。うま辛って言うんですね。これを食べます。それと、コンビニで買ったのが、おにぎりですね。コンビニでおにぎり買いました。これ食べます。お、沸いてる沸いてる。はい、今ねカップラーメンにお湯入れました。ここから3分待ちます。
辛いなこれ。ごちそうさまでした。はい、いいとこ見つけました。川がめちゃめちゃ綺麗、向こうにね道路あるんですけどほとんど人通りません、ゆっくり落ち着いてできました。今日はね焚き火しておりませんのでゴミなし、忘れ物なし、大丈夫ですね。では帰ります。ということでね、今時刻が4時ですね。さあ帰るとします。まあ今日はね日本狼像ほんと久々に訪ねましたけど、まあいいとこ反面懐かしい感じがしました。またね忘れた頃に日本狼像を見に行きたいなと